皆さんこんにちは。今日は怒らせ方の怒らせ6本柱の一人渡辺さんを目撃したという情報が入ったので、神奈川県某所に来ています。これからちょっと情報が入った場所に行ってみたいと思います。渡辺さん、クリアです。どうも、お久しぶりです。太いところありがとうございます。10怒らせ方やったの2006年とか2008年ぐらいなんですよ。あ、13、4年ですかね。その後もちょっと歌を歌ってもらったりしましたけどね。来ていただいて、まだ CD 大事に持ってますよ、あれ。あの丘の上で何響くサグネ、心抱き寄せてもぬくもり消えて、ガラスの雨は生きた山けるぞ、乾いた涙もバラで隠してる涙、バラで隠してる涙。怒らせ方っていう作品が今でもめちゃめちゃ見てる人がいて、当時出ていただいた人にかなり久しぶりに声をかけて一人ずつお会いしたりしてるんですよ。それで渡辺さんにもぜひっていう声が多くて。また広げてね、はい、見てる人いたよ、うん、そうなんです。何これうちのそれと父親だって、ああもうレジェンドです伝説の俳優ですだいたい孫の友達が、うん、に見るようになった。3世代多分これからも残り続けると思う。凍らせ方ってやっぱ覚えてますか？まあ、やっぱり一番覚えてるのはあれですね、ダメっす、ダメっす、あ、無理っす、まあ、無理っす、ダメっす、無理っす、はい、あれはやっぱり一番覚えてます。女の子と一緒にしたのも、はいはいはい、親子で家族の、はい、あ、そうだ、それもありましたね。ですね、お前のためだぞと。それとか、本当にお前のためを思うからこそ言うんだよ。家族でやった、はい、おばあちゃんなんかもお寿司を食べさせないです兵糧攻めっていう、おばあちゃんの食べようとすると小さい子がパッとったんでね。そういうあれは、はい、覚えてますね。これ覚えてますよ、八つ当たり。ああ、椅子を蹴飛ばして胸当たって、ああ、はいはい、あ、これはこの人最後最初の印象が違うんですね、寺門さん、うん、何なんだよ。ボーンと当たってしたら、渡辺さんポケットに何入れてんのよ言うから、何も入れてないよ。それで、ね、寺門さんがこの間言ってました。そうそう、この胸当たる時に寺門、あの渡辺さんがここに何とか入ってて痛かったって言ってたんですよ。いいよ、うん、胸で勉強する。胸アタックの話聞きたいですね。胸アタックで最初、うん、出てきますね、エピソードが。渡辺さんの内ポケットにペンが入ってて、うん、で、ドーンってなんか行ったなと思ってて、でもこの人、ここ、多分肋骨のところがとんがってる人なんだなと思って我慢してたら、ペン入ってたんですよ。最初、テストの時結構痛かった。マジっすか？はい、一発目で。ちょっともう一回テープ見てみようかな。ペン入ってました。多分それ撮ってると思う。撮ってるかずらすかしても。うん、アハハって言いながら多分ずらしたと思うんですよね。でも痛かったですよ、結構。出してからやってほしいですよね。まあ、いや、わかんないですけど、でも、ペンだったかなんかわかんないけど、硬いものとにかくあって、うん、こう縦に硬いものがあって。で、何だったのかな、あれはって言ってたんですけど、あ
れ何だったんですか。いや全然何も入れてない入れてないのにバーンとこう当たったでしょ。そうすると後から、はい、さあ太陽何入れてんのよ、何も入ってないんだよ。何言ってんじゃないの、あんたどういう意味、何を言うの、ダメージの渡辺です。ハートじゃないです、どういうご意見ですか。ハートだ、どういうご意見ですか。どういうの、ハートじゃないです、何だよ、何だよ、どういうご意見ですか。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。行けるってことない。いや、まさこれ、どうしようかな。今何が問題なんですか。いや、ちょっと音声プラン的な問題なので、髪を変える。そのミクシーかってやつは覚えてませんか。ああ、そういうことを教えられて、はい、それで何でもいいから電話かかってきたら、はい、ミクシーか。そうです。それでネットでその動画を見てる人たちからなんか渡辺さんにつけられたあだ名があってミクシーのことばっかり言うおじいさんだからミクジーってジーミクジーミクジーって言われてるんですよ。そうですか、はい、この当時は正直どんなお気持ちでやられてたとか。教授ですか、はい、こういうあれは初めてだったから、うん、とりあえず言われた通りやらなきゃいかないし、どうやったらさ、ちょっとはっきりね、自分ではわからなかったですよ。どうすりゃいいかな、ああすりゃいいかな思いながら、うん、やったらみんなが笑ったりね、はい、するから。まあ難しいだって、初めてだから何もかもね。これが結構ほぼ初めてだったんですか。そうですよ。映像。はい。笑いこらえたりとかはなかったです。ね、なかったですよね。もう自分で一生懸命やってるから相手が笑うと何でしょうと結構みんな笑いこらえながらやってたって出演者の人は言ってて、僕もめちゃくちゃこらえてたんで撮って。でも渡辺さんはそういうのはなかったですか。そうですね。渡辺さんがご出演されてるこの怒らせ方以外の作品っていうと嫌われマツコの映画ですよ、ね、あと何しようの20世紀少年の第3章のちょっとした出てるんですか、はい、主役ですか。主役ほんのちょっとだけ。どんなシーンですか、覚えてますか。そう、この他大勢で、うん、あの対局するとか走る逃げるみたいな逃げる、うん、あのだから私はもうそれは新居浜行って、あの四国のね、はい、自分の出身地だから帰るときに車で帰って途中であのフロントガラスがひび入ったんですよ。修理工事に行って、うん、そしたらそこの住民の人が「あのすいませんけど俳優さんじゃないですか」言う。なんでで言って言ったら「いや僕はああいうの好きなんで CD 買ってるんですよ怒らせ方の」。そんな地方で。地方もいいとこですよね、新居浜の田舎の方だから。うん、おしゃべりしていいんですか。はいはい、なんか九州に行った時も九州に、いや九州の人からも電話かかって出た、九州の人からもこの殺せ方のなんかね、そうなんだ、うん、見たって、九州だったから全国各地に渡辺ファンが懐かしいですよね。こんな感じでとりあえず、まあ、一番困ったのは、はい、あれですよ、一番最初の歌ですよ歌あれはもう2曲やっていただきましたもんね。あとの方がまあまあなんとか歌えたけど、最初のは何歌っていいか。テンポも速い曲でした、ね、そうあのメモリーっていう曲。あ、メモリー、はい、僕も覚えてます。あの渡辺さんが録音スタジオで、はいはい、途中で休憩の時に疲れちゃってるというか、どう歌えばいいかわからない。あれもまだ YouTube で聴けます。聴けるんですよ、ネットで、はい、渡辺です。まあとりあえず最初の撮影から14年経ってますけど、まあ、こういうふうに容姿も変わってきました。まあどれぐらい撮れるか分かりませんけど、またこれからもよろしくお願いしたいと思います。デイ
テイ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